Konnichiwa, this is Jasmine from the Nail Room. Today, I'm gonna do an Impressionism Flowers Nail Art Tutorial. Beige カラーを選び、一度塗り目をしていきます。硬化をした後、二度塗り目をしていきます。4色から5色の色を選び、1列目の花を描いていきます。花の形はしっかりした形ではなく、少しぼやけた感じに描いていきます。1列目を硬化した後、2列目を描いていきます。2列目を硬化した後、3列目を描いていきます。硬化をした後、葉っぱを描いていきます。硬化をした後、茶色のジェルで葉っぱの筋を描いていきます。オレンジのジェルで花の真ん中にドットを描いていきます。硬化をした後、茶色のジェルでオレンジの上にさらに小さなドットを描いていきます。
硬化をした後、鼻の上に薄くクリアジェルを塗布し、茶色でオレンジの周りを外側に向かってラインを引きます。クリアジェルを下に使うことで緩いラインが引けます。硬化をした後、ピンクのラメが入ったクリアジェルを爪全体に塗布していきます。硬化をした後、トップコートを塗布し、さらに硬化をさせ、拭き取ったら完成です。So there you have it, an Impressionism Flowers Nail Art Tutorial. Thank you for watching and don't forget to subscribe to the Nail Room.